昨日ふーさんが夜景の綺麗なキャンプ場でキャンプがしたいということで来てみました。八重桜もいっぱい咲いていてとてもいいキャンプ場です。今日はここに6組、星も綺麗に見えるかな。大判焼きを食べてのんびり過ごします。時間はたっぷりあります。かわいちゃんから即食べないとね。今日のクロノスキャビンできました。明日はすごく暑くなるということで、暑さ対策で 50% の遮光率の黒い農業用のやつですね、これをくっつけてみました。多分これでだいぶ昼間の温度が違うんじゃないかなと思います。また中も暗くなるので、落ち着いた感じになるんじゃ、朝が来ないゆっくり寝られるかもしれません。使っていて気づいたことがもう一つあります。私ちょっと知らないんですけど、硬質のチャックですね、これって普通は普通のジッパーだと思ってたんですが、ダブルジッパーになってました。なので中からちょっと開けてこう外を見たりとか、閉まった状態で、まあ隙間風を取り込んだりとか、硬質の中のものを取り出したりとか、そんなことができる便利な機能がついていました。使ってみて気づいたのはこんなとこですかね。あ、最後に今回ですね、前室の屋根をつけるポールなんですけど、普通は垂直に下ろすんですよ。でもちょっと考えたら、いや別に垂直の必要はないなということで、わかりますかね、三角に、テントの前室の根元に足を落ちるようにしてあげました。そうすると足を引っ掛ける確率が減るんですよね。それと斜めになってる分だけテンションがかかるので、これがしっかりします。で、張り綱を斜めに張ってあげることで、ここもですねテンションがかかるので、ぶら下げてあげても、まあ、そこそこぶら下がっててくれると。でこれ思いっきり引いてあげて、雨の日多分こういう風に、なんていうんですかね、雨どいにできるかもしれません。この前ご紹介した新しく買ったクロノスキャビン用のグランドシート使ってみました。これがグランドシートで、グランドシートに穴が2つついていて、ペグ用のアンカーがついてます。フライシートが来て、そのアンカーにくっつけて、フライシートはグランドシートと一体になっているっていう、今それが状態です。で、こっちのこれがテント本体から来ているやつです。で、それを本当はここでつけなさいよっていう説明だったんですが、今回それはやめて、これをそのままペグで引っ掛けてます。なのでペグからこれを外してあげれば、そして、ポールから、中のテントですね、それを外せばフリーになるので、屋根の下でテント本体を畳むことができます。フライシートが残っているので、フライシートの上で畳めます。その後、骨ですね、ポールを取ってあげて、フライシートをグランドシートの上で畳むということができます。以上、今日の張り方うんちくでした。鳥さんの声がいいです。
がいいです。飲みましょうか。はい、飲まない。ついてる、ついてる、持ってる、はい、教えて、はい、いただきます。こうやってくっつくんですね。これぐらい溶けてます。もう一回溶けてみよう。もう一個の方は、あ、もう一個の方はシャキシャキしてる。下のがいいんで、あ、下は全然バッチリです。下から使います。うるさいよ、これ手で取っちゃうよ。はい、最後に氷です。どこもちょっと氷です。下の方が全然氷の持ちがいいです。下から使うだな。そんな感じです。以上、まずはサーモンでした。途中で買ってきたトマト、よし食べてみよう。うん、マジ美味しい、ね、これブルボンのプチって言うんだね。標高高いからこのパンパンだしね。あげまるくんパンパンです。出てきたからさ、街が見えるようになったね。これなら夜景も望めるかもしれない。本当に綺麗だ、ここ特等席からの眺めです。夜はここから三脚を据えて夜景を撮りたいと思います。ここはゆるキャンの聖地でした。松ぼっくりがいっぱい。アマゾンでポチってしまいました。風よけです。いい感じ。ちょっと背が低いかな。入れ物も見せてください。入れ物もついてました。これで400円しません。仕上げは刃物を研いだり手を切ったりすることができます。こんな感じのものです。こうすると不審者が来るかなって思ったんです。結構安定はしてますね。風吹いてるんですけど、使ってみないと分かりません。なんせ400円しないんですから。この風よけレビューでは枚数が多いって言ってました。お楽しみです。
がモンベルの鍋です。こんにちは、鍋です。こんにちは、ただの蓋です。蓋以外の仕事はできません。ごめんなさい。そしてコッペルという名の鍋です。こんな感じです。メモリがついてるんですけど、暗くて見えません。ここですよ、マックス2リッター。この線が 1.5 リッターです。一回使ってます。熱くならないとって、でもうっかり忘れてこうするときっと焦げちゃいます。皆さん気をつけましょうね。綺麗になってきた。本当だ、町に火が入ってきました。火がたきが入りました。街の明かりが綺麗になってきました。ふーさんがサラダを作ってくれています。夜景が綺麗です。夜景になってきました。綺麗です。ちょっと焦がす。焦がします。おー、いい匂いする。焦がしチーズです。夕食をいただきながら夜景です。お湯を沸かしてお湯終わりです。二次会です。サンマのかば焼き、バーナーにメッシュをつけて、これストレーナー、油のストレーナーなんですけど、温めてます。寒くなったのでお湯終わりです。うまくできました。美味しそうです。高い缶詰です。夜景です。かなり綺麗かなって思うんですけど、素敵なキャンプ場の夜景です。こんな感じです。見えますかね。みんな楽しそうなんですよ。
れてきました。